それでは塚本選手のインタビューをさせていただきます。まずは試合振り返っての率直な感想を聞かせてください。まあ練習でやったこととかは全然出せやしなかったんですけど、まあでも本当に一人じゃなくチームのみんなでなんかやって気持ちで勝てた試合だったなと思います。それでは対戦相手の川島選手とは実際戦ってみて印象などいかがでしたでしょうか。何回か聞いたかなっていう攻撃を当ててたんですけど、まあでも前に出続けられて、まあ、体も強いし気持ちも強い勝った選手だなと。それでは最後に今後の目標をお聞かせください。まあ、今日みたいな試合内容じゃ全然まだまだ話にならないですけど、まあ、もちろん選手やってる以上チャンピオン目指して自分もやってるんで、まあ、もっと周りの65キロ強い選手たちいっぱいいるんで追いつけるように追い越せの精神でこれからも練習もっと頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。こちらでインタビュー終了となります。